それ以外の方は手挙げなくていいです。はい。ですね、これからですね、この目の前にある4メートルの玉にですね、いろんな天体を映しますけれども、実はですね、来週土曜日10月27日に、国立天文台でもっとすごいのやります。特別公開があるんです。そこにもぜひですね、皆さん遊びに来ていただければいいと思います。もっとすごいですよと宣伝しておきます。どうぞよろしくお願いします。もう間もなく始まります。前の方の人はですね、しゃがんでいただければありがたいです。後ろの方の人もね、見えるようにぜひ皆さんで見ましょう。前の方の方はしゃがんでいただけるとありがたいです。ではもうしばらくお待ちください。川を挟んで反対側の方々は全員下がってるだろう。でもお前クマなんだから川の中入って鮭でも来てくれるか。お客さんに座れない。座る？あ、大丈夫です。あ、そう。あ、座るんだったらね、これ来てる。はい。皆さんこんばんは。時刻は午後8時となりました。ただいまよりスターバルーン2018イベントを開幕したいと思います。今日は皆様の目の前にありますこの大きなバルーンに月、太陽、火星、木星、そして地球の5つの星を映し出し、ちょっとした解説付きのプロジェクションマッピングですね、失礼しました、プロジェクションマッピングをお届けしたいと思います。改めまして本イベントをご案内させていただきます。明星大学天文愛好会スバルと申します。今日はよろしくお願いいたします。ありがとうございます。さて、本イベントに関しまして、ちょっと注意事項の方をお伝えさせていただきます。本イベントのスタッフ、みんな光るリングを身につけています。何かあったときは、この光るリングをつけたスタッフにお申し付けください。さて、皆様、今お近くまで寄っていただいて見ていただいていますが、前の方の方、できればしゃがんでいただいて、後ろの方にもこのバルーンが見えるようにご協力いただけますと嬉しく思います。ちょっとしゃがむのしんどいなという方は、今のうちに後ろの方へ移動されることをお勧めいたします。それから安全のために、この中央付近パーテーションを張っています。このチェーンしっかり頑丈につけているわけではないので、音を触れないようお願いします。それから小さなお子様の場合ですと、首ですとか肩のあたりにチェーンが、ちょうど高さがありますので、引っかかってしまうと大きな怪我、事故につながってしまう場合があります。少しだけ離れてご観望いただくことをお勧めいたします。どうぞご協力お願いします。さて、今日は先ほどご挨拶していただいた萩野さんですが、国立天文台の研究員の方にも遊びに来ていただいています。遊び？天文愛好会スバルのスタッフ、みんな紺色のポロシャツ、ちょっと分かりにくいんですけども、紺色のポロシャツを着て動いています。それ以外の光るリングをつけている方は、国立天文台の研究員の方です。ちょっと気になること、専門的な質問がある方は、ぜひ研究員の方へご質問をどうぞ。それではまずはじめに、皆様おなじみこの天体を見ていただきたいと思います。皆さんこんばんは。こんばんは。はい、お聞きありがとうございます。月の解説をさせていただく川口と申します。皆さんどうかよろしくお願いいたします。マブジーはまさかバカがめっちゃ撮影してる。拍手ありがとうございます。今ですね、見えますのは、皆さんご存知、お月様になります。
ちょうど今あの木でここから見ると隠れてるんですけども、あの今日も綺麗に見えております。皆さん、お月様の歴史って何か知ってますか？どうやってできたとか知ってる人いますか？知らない人もいるかもしれませんので、ちょっと説明させていただきます。お月様はですね、約46億年前ですね、ジャイアントインパクトというものが起こり、火星と同じぐらいのものが地球にぶつかって、その地球の一部をこうぶっ壊して持ってって、でいろんな破片がぶつかって月というものができました。これあの学校、明日学校とか行ったら自慢してください。多分拍手が起きます でですね、月がどのくらいの時間でできたかというとですね、スーパーコンピューターというすっげーハイテクなものでですね、シミュレーションしてみたところ、衝突から約1ヶ月後には、今の形になったそうです。で距離はですね、今の16分の1ですね、地球から今の16倍も大きなお月様が見えていたということになります。なので今ではですね、ちょっと遠くになってしまっているんですけど、昔はもっと近かったってことをよく覚えておいてほしいです。でですね、こちらの月様なんですけども、かぐやという、人工衛星で撮影したものです。かぐやっていうのはですね、どういう人工衛星かっていうと、今ですね、一番流行りの人工衛星は多分探査機っていうとはやぶさ2かなと思うんですけども、かぐやというのも覚えておいてほしいです。かぐやはですね、月のですね、元素っていう構成しているものとか、鉱物とか表面付近とかですね、探査をしてます。でそういうもののデータを取って、科学的に近い、価値を持つものを捉えて、将来月でどういうことができるかなとかっていうのを研究するために使われております。以上で月の解説を終わりにします。皆さん分かったかな？ありがとうございます。アンコール。さて皆様、もう今しばらくこの衛星かぐやによって姿を捉えたお月様、ぜひご覧ください。こうぐるぐる回っているので、太陽、太陽じゃないですね、すいません、月の裏側、それから表側を見ることができます。皆さん、もしかしたら本とかでお読みになられたことあるかもしれませんが、月っていうのはいつもお顔をこちらに向けて地球の周りをぐるぐる回ってるんですね。なので実は月の裏側って普段地球にいる人からは見ることができないんです。この衛星かぐやですが、この月様の姿、とても写真みたいにクリアーに見えますよね。でもこれカメラでこうパシャパシャパシャって撮ったわけではなくて、レーザーでこうスキャンをしていって、そのお月様の地面に当たるまでの距離を捉えて、それを図にして作成したんです。なので、あ、今ちょうど見えてますね。真ん中のところ、バーコードみたいになんだかダダダダダダダと縦線が入っているのが見えますか？あれは別に誰かが月に降りて蒸気でこうピーッとラインを引いたわけでもないし、なんかキャタピラみたいな大きなタイヤがゴロゴロと後をつけていったわけでもなくて、衛星かぐやがスキャンしていく途中で、スキャンできた、あ、ちょっとスキャンできなかった、できた、できなかったっていう、その
スキャンの乱れが縦線にバーコードみたいに見えてしまっているんですね。なのでそこ以外にも実は上の方下の方黒い溝がこうピッと入ってしまっているところもちょっとスキャンができなかった場所が黒く見えています。さあこちらは衛星かぐやで撮られた月でした。今日はせっかくですのでもう一つのお月様の姿を楽しんでいただきたいと思います。皆さんこんばんは。こんばんは。私、遠征大学天文暗航海スバルの遠藤と申します。今現在ご覧いただいているのは月の、月食の映像です。はい、これは、実は今アナウンスしてる遠藤が撮影してそれを動画にしました。写真から動画にしたものです。でこれは今年の1月31日の夜にやった皆既月食の写真を使ってます。はい、で月食って何って感じなんですけども、月食というのは太陽、地球、月の順番に一直線に並んだ時にこのようになるんですけども、まあ、地球の影に月が入るんですね。太陽の周りに地球が回ってて月が地球の周りを回ってるんですね。でタイミングが合うとそれが一直線に、まあ、並ぶと並んだ時に月が地球の影に入ります。でこのように、まあ、真っ赤になるんですね。でなんでさっき真っ赤に見えてたのって話なんですけど、で真っ赤に見えてる時っていうのが地球の影に完全に入っている時なんですね。でもなんで影に入ってるのに暗くなんないのって思いませんか？影に入ってたら普通真っ暗になるじゃんって思いますよね。そうだそうだ。でも真っ赤になる理由っていうのは実は地球にあります。地球っていうのは周りに大気って言われる空気の層があるんですね。だから人間は呼吸もできるしっていう感じですね。で大気に太陽から来た光がこう入ってきて曲がって影に入ってる月に赤い光だけが実は届いて真っ赤に見えるって感じですね。今みたいに見えるなります。でまあ次に同じようにこうだん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 影になってって最後に真っ赤に見えるっていうのが見られる、日本で見られるのは実はちょっと遅くて
2022年の11月8日になります。すいません、ありがとうございました。はい、ということで次に日本で月食が見られるのは2022年11月8日になるそうです。この月食の撮影をした時、実は愛好会メンバー今の 2,3 年生ですね、全員集まって大学にある天体観測室でこう撮影をずっと行っていたんですけども、私実はですね、生で月食を見たのが初めてでして、この1月の31日の月食がすごいですね。あれ本当に真っ赤っかになるんですよね。今日はちょっと大きなバルーンで皆様に月食をお見せしているんですけども、ぜひね、本当のお月様で月食というのを一度はぜひ皆様に見ていただきたいと思います。それではもうしばらく月食の時のお月様の姿を楽しんでいただいて、かなり寒くなってきましたが、もうしばらくお付き合いいただければと思います。さて今お月様、かぐやで撮られたお月様、そして月食の最中を地表からカメラで写したお月様と2回連続お月様の順番が回ってきていたんですが、次はお月様ではなくて、またまた身近な星ですが見ていただきたいと思います。これは火星。さて皆さん、これは何という星でしょうというちょっと問いかけをねしてみようかなと思ったんですけど、映した瞬間に正解が聞こえちゃったので、早々に答えを言ってしまいたいと思います。正解です。これは太陽です。でも太陽というのは正確ではないですね。今皆様にご覧いただいているのは太陽の黒点をスケッチしたもの、つまり絵です。この絵を描いたのはガリレオ・ガリレイという天文学者です。皆さんもガリレオ・ガリレイ、名前を聞いたことがあるのではないでしょうか。ガリレオさんは400年前初めて望遠鏡を空に向けて天体観測を始めた人です。現代では天文学の父というふうにも呼ばれています。手書きの MR の文字、これは黒点にこう記号をつけて、この黒点増えたり減ったり大きくなったり小さくなったり形を変えてるな、姿を変えてるなっていうのを確認するために分かるようにチェックをつけていた感じが、こう様子がね伺いますね。 O とか B とか文字が書いてあります。さてこのガリレオさんが始めた黒点観測ですが、400年経った今でもほぼ同じやり方が続けられています。私たち天文愛好会スバルも学校の望遠鏡を使って黒点観測をしています。ではせっかく太陽を見るのに絵の太陽だけではちょっと味気ないですね。こんな太陽も見てみてください。緑色、これも太陽です。さっきは黒点をスケッチしたものでした。今度は黒点を望遠鏡で覗いて、その様子をパシャパシャと写真を撮って、それをコマ送り動画のように並べて動画にしたものです。黒いプチッとしたところが黒点です。今ちょうど表側に来ているのは小さな黒点ですが、もうぐるぐるぐると回ってくると
女の頭ぐらいの大きさの黒点が見えてくると思います。この黒点はみんなのお顔にあるほくろとかみたいにずっと同じ場所にあるのではなくて、日によって大きさや形を変えたり、それから数が増えたり減ったりしています。黒く見えるのは他のところより温度が低いので、黒くではなくて暗く見えるんですね。そうなんです。今ちょっとお友達が教えてくれました。太陽の表面の温度はだいたい6000度ですが、黒点の温度はだいたい4000度、他より2000度も低いですね。2000度といっても4000度、とっても暑いところですが、そういった様子がこの光球という場所では見られます。さて、緑色という声が上がりましたが、じゃあ太陽って本当は何色なんだろうって思ったことありませんか？みんないろんなイメージの太陽がありますね。じゃあここでちょっとお空に輝く星をイメージしてください。青白い星で有名な星、何か知っていますか？冬の星、とっても有名です。星座にもなってます。星座の中のお星様で青白い星で聞こえた、シリウス。青白い星で有名なシリウスありますね。それから赤い星で有名なお星様、これはサソリ座だったかな。もういろんな星がある。ちょっとじゃあ代表的なのでアンタレスという星も赤い星で有名ですね。じゃあ太陽がもしあの空に輝くお星様みたいに遠い遠い宇宙にあったら何色の星に見えるでしょう？実は赤とか白とかではなくて緑色になるというふうに結果が出ています。でどうやって分かるのかなって不思議ですよね。星の色を決めるのは星の温度だったりとか、それから星を作っているその要素が何を含んでいるかによって決まっています。太陽の場合は緑色の光が一番強いので、もし宇宙に太陽みたいなお星様があったら緑色の星に輝いているんじゃないかな。そんなことも考えながらちょっとこの緑のメロンみたいな太陽を見てみてください。太陽実はちょっと盛りだくさんなんです。こんな太陽もあります。あ、赤い、赤い太陽です。これは太陽の中心にある水素のガスを取り出してみたため赤い太陽として見ることができます。さて、ここでもう一度注意をしますね。皆さんに楽しんでいただくために前の方の方どうぞしゃがんでごゆっくりご覧ください。それからちょっとしゃがんでも疲れてきちゃったなという方、今日解説ゆっくりしますので今のうちに後ろの方の方と場所を交代して皆さんでお楽しみいただけるよう場所を譲り合ってお楽しみください。それから前の方に座ってるお友達、ごめんね、手を出すと君の手が映っちゃう気をつけてください。手を出さないようにしてくださいね。今は優しく言ってるけどお兄さんもお姉さんも怒ると怖いからね。さて、この太陽よく見るとツルツルじゃなくてブツブツ、なんだかみかんの皮みたいにブツブツしてますね。それから白っぽく光ってるところと黒っぽく筋が入ってるところがあります。それぞれにお名前がついています。簡単に紹介させてください。表面がブク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 ツブ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 ツとなっているのは流状斑というものです。これは粒状のものが見えてるよ、粒書いて流状斑。白っぽく光っているところはプラージュです。フランス語で渚という意味だそうです。なんでそんな名前なのかは私は知りません。天文学者の方にも聞いたけどなんでかは知らないって言ってました。それから黒っぽいちょっとなんか筋みたいなところがありますね。そこはフィラメントという名前がついています。フィラメントは太陽の表面に浮かぶ雲みたいなもので、太陽から来る光をこう雲が遮るので暗く見えています。
このフィラメント、太陽の表面に浮かんでいると言いました。これが縁に行くと、その浮かんだ雲、赤く光る炎のように見えます。日本語では紅の炎と書いて光炎、カタカナで書くとプロミネンスというお名前がついています。フィラメントとプロミネンス、物は同じものですが、昔の天文学者はこの2つを見て、ああこれはきっと違うものだなと思ったんでしょうね。2つの別のお名前がついちゃいました。さて、太陽、もう一つだけ見てもらいたい太陽の姿があります。さっきの太陽よりもちょっとエネルギッシュな様子が見られますね。順番に説明いたします。2番目に見た太陽、緑色の太陽は光球、太陽の表面。さっき見た真っ赤な太陽はその一つ外側の層、彩層。そして今皆さんに見てもらっているところはコロナという太陽の層です。コロナではフレアと呼ばれる太陽の爆発が起きています。ちょうどあの左上ぐらいかな、ピカッと光りますよね。あそこではフレアと呼ばれる太陽の爆発が起きています。フレアが起きると太陽からプラズマの粒子、小さな電子の粒が飛んできて、それは地球にも飛んでくるんです。フレアが起きるといろいろなことが起こるのですが、目に見える現象ではオーロラなんかもそのフレアで飛んできたプラズマが、ネオンに擦れてね、摩擦で擦れてネオン発光してオーロラを映すことが、北極とか南極とか北海道の大井戸の方でも見れるそうですね。ではそろそろ太陽ももうね十分親しんだと思うので、次はお月様、太陽、またまた身近な星、どんな星が映るか。お、さっきね天文台の方でもちょっと告知がありましたか、今年の天文台特別公開のテーマ、太陽系再発見でした。私たちもちょっと太陽系にちなんで太陽系の惑星を投影したいと思います。皆さんこんばんは。衛星大学スバル天文愛好会スバルの田辺と申します。よろしくお願いします。はい、ただいま映し出している赤い星は、先ほど声も上がってましたが火星ですね。はい、火星には赤い砂と岩石の荒野が広がっております。この赤色の正体は